三宅義行9月30日隊は、日本の元重量上げ選手、元陸上自衛官。1964年、東京オリンピックメキシコシティオリンピックの重量上げ金メダリスト三宅義信は、実刑、ロンドンオリンピック重量上げ銀、メダリストリオデジャネイロオリンピック、重量上げ銅メダリスト、三宅博史実は娘、全日本女子ヘッドコーチを務めた三宅敏博は次男。 長男も競技経験者、宮城県柴田群村田町出身。法政大学卒業後、1968年には、メキシコシティオリンピックで重量上げフェザー級で銅メダルを獲得した。この時、兄の吉信は同じ種目で金メダルを獲得しており、兄弟で揃って表彰台に立つ姿が話題を呼んだ。オリンピックの個人種目において同じ大会の 同じ種目に兄弟で表彰台に立ったのは日本ではこの一例だけである。幹部自衛官として自衛隊体育学校に在籍しながら1969年と1971年には世界選手権で優勝するなど国際大会で活躍した。現役引退後は指導者として数多くの重量上げ選手を育成し、日本重量上げ会の発展に貢献する。 2001年に東部方面総幹部勤務を最後に一等陸差で退官した。その後は娘の広史実のコーチとしてウェイトリフティングの指導にあたり、2012年のロンドンオリンピックで広史美が銀メダルを獲得し親子でメダリストとなる。なお、2012年のロンドンオリンピックの際には、1968年に、 メキシコ式オリンピックで自らが獲得した銅メダルについても話題となったが、その所在については自宅に保管されていると思っていた。ものの発見されず一時不明の状態となっていたが、2012年8月17日に宮城県の村田町歴史未来館に保管されていることが明らかとなった。2016年9月12日、公益社団法人日本ウェイトリフティング協会の 会長に選出された。2017年5月、国際ウェイトリフティング連盟副会長選挙に出馬するも落選。同年6月に会長推薦枠で理事に就任する。任期は2021年まで。2018年10月、一部で自身が女子日本代表選手にパワーハラスメントを行ったという報道がなされたが、当初日本ウェイトリフティング協会は、 事態は収まっていると判断しており、前提として女子選手からパワハラ行為を受けたという申し立てはないと発表。協会は28日に調査の結果、パワハラと認定するまでには至らなかったと発表した。一方で、紙コップを床に向けて投げた事実などを認定し、監督の配慮に足りないものがあったと指摘されてもやむを得ないと指摘した。2018年12月8日、 2019年3月末に日本ウェイトリフティング女子代表監督を退任することが決定。監督辞任について協会はパワハラ騒動との因果関係を否定した。2019年6月23日日本ウェイトリフティング協会の総会、理事会で会長に再任された。ありがとうございます。